はい、どうも、妖怪専門チャンネルです。今回はですね、妖怪 S メダルを、こちら世界最速で妖怪メダランドと連動していきたいと思います。12月27日火曜日に妖怪 S メダル第1弾発売されるし、そして妖怪メダランドが復活するわけなんですよね。で、先行でこちらですね、体験できるということで、ベータテストをやっていきたいと思います。ステップ1、専用の URL からベータテストに参加してね、ということで参加いたします。こちらがベータテストの画面です。妖怪メダランドとはメダルの裏側に QR コードがあるんで、それをスマホでスキャンして登録すると、でそのねメダルのポイントがどんどん溜まっていくよと、もうメダルいっぱい貯めようねと、いっぱい集めようねって、そういうことかな。これ妖怪ポイントを使ってキャンペーンに応募できると、第1弾が武士にゃんで、第2弾がね、イケメン犬でございますと。今後も白駒とかネタバレリーナとか、うんちくまとか、そういうレジェンドのメダルね、どんどんキャンペーンで出てくるかなと思うんですけどね。で、妖怪メダランドにログインすると、100ポイント獲得、マジ。で、妖怪 S メダルスキャンすると、なんかそれに応じたポイントがもらえると、S レアだったらめっちゃすごいんじゃないと。で、妖怪 S メダル10枚登録すると、500ポイント獲得。マジですごいね。これ、正式にオープンしても同じなんかな。で、妖怪ラジ点で、同種族を5枚登録すると、1000ポイント、何これこれすごいね。同種族5枚登録で1000ポイントなんだ。で、注意事項ね、ログインポイントに関しては1日1回。獲得できる妖怪ポイントはメダルによって異なる。10枚登録すると妖怪ポイント獲得。同メダルを2枚以上登録した場合も多少、そうなん。同じメダルだろうと。例えば、ジバニアのメダルが3枚ぐらいあるっていう場合も、ちゃんとポイントが加算されるってことね。で、1種族につき1回のみ妖怪ポイント獲得できる。その他は1種族とする。同メダルを2枚以上登録した場合も、で、妖怪退治点があるわけよね。いろんなメダル今後発売されると思うんだけど、それをこの妖怪メダランドにどんどん登録していく。妖怪退治点を埋めていこうやと。そういうことね。で、さらに、これスマホ上で召喚ができちゃうということよね。すげえ。で、キャンペーンに関してはこちら妖怪ポイント貯めて特別なメダルゲットしましょうね。と。はいはいはい。こんな感じのページでございます。スマホでなんかめちゃくちゃ見やすい感じだね。パソコンでもなんか見れそうな気はするけどね。一旦ログインしちゃいます。で、妖怪ラジ点見てみると、こちらでございます。ボボーン。これが、妖怪メダランドの妖怪ラジ点。はいはいはい。妖怪 S メダル1弾のね、ラインナップが載ってますわ。プリチー族はこんなな感じ。シンジバニャンとかシンコマさんもね、こう明らかになりましたね。ついに解禁。妖怪 S メダルで未解禁だったメダル2つあったんだけど、ついに解禁でございますと。で、こう、種族ごとに、こう見れるようになってんだ。うわ、なっちいな。なっちいな。昔もこんなだったよね。で、今のところ、レジェンドのこのブシニャンのメダルもここありますわ。で、登録したら、これ今、グレーっていうか、なんていうか、こう、暗いんだけど、明るくなるとそういうことですよね。いっぱいだなぁ。で、枚数とかもここね、加算されていくということですよね。それではですね、ガンガン連動していきたいと思います。これさ、普通にカメラ起動して、で、QR コードスキャンでいいんかな。この QR コードってさ、みんなに見せて大丈夫なんかな大丈夫なやつなんかな。どうしよう。で、ちゃんと今ね、コマさん登録できて、2000ポイント獲得。これすごくない？え？ 1 枚で2000ポイントも？続いて、ひもじいの QR コードいっちゃいましょう。これだって他どうだろう、ゲームとの連動はできなさそうで、今のところなんかさ、妖怪メダランドとの連動だけっぽいよね。この QR コードに関してはひもじいも2000ポイント。続いて導きの妖怪メダル QR コードスキャンしていく。すごいサクサクいくわ。すごいサクサクいく。導きは1000ポイント。これね、ノーマルが多分ね、1000ポイントで、これでレアがね、2000ポイントな気がする。続いてこちら、ジバニャンのメダル。これはね、レアだから2000ポイントだと思うよ。QR コードスキャン。ほいで、ここタップド。iPhone でも Android でもね、同じかなと思いますわ。はい。ジバニャンのメダル登録完了。そしてですね、こちら、S レアのキュービが何ポイントかだよね。ノーマルは1000ポイント、そしてレアは2000ポイントなわけ。S レアは何ポイントなの？キュービッチのメダル行ってみましょう。どう？3000ポイント
さすがやないか、3000ポイント。これさ、結構等身大って感じだよね。こうやって見てみるとね。すごくね、スマホだと見やすいね。例えば、もう一回キュービ連動してやるとどうなるのか。なんかエラーのバージョンも見ておきたいよね。キュービもう一回すると、すでに、登録されてますというエラーね。あとやりたかったのは、昔のメダルね。昔のメダルをスキャンして、妖怪メダランドに登録はできるのか言ってみましょう。これは無理だ城かな。無理だ城のメダル。アクセスありがとうございます。まずはログインしてね。あ、そうなんや。昔のメダルすると、なんかログインしてねえの画面になるんだ。これもしかしてサイトが違うんかもしれんね。こうやって見てもらうと、今アクセスしたのこれでしょ。で、1個前がこれっていう感じで、なんかメダル登録するたびにね、なんかページ開いてる感じしますわ。で、妖怪大辞典見てみると、登録したのがこのような感じで表示されると明るくなってるんだよね。未登録のやつは暗いんだけど、登録したやつは明るくなってより見やすくなってる。で、このジバニャンのメダルタップすると、詳細が見れるわけ。プリチー族でレアリティレアだし。で、車に跳ねられて死んでしまった猫が自爆霊になった姿。車にリベンジするがいつも失敗してるみたいなね。そして、こちらね、召喚音も聞くことができます。行ってみようか。あ、タップしようだって。プリチー召喚プリチー俺っち友達フックワウチーああ、それだけか。ジバニャンの名乗り音は？ジバニャンの名乗り音は？ジバニャンの名乗り音聞けないの？これ。まあ、こんな感じで、召喚音声聞くことができるんやな。あと、エスリアのキュービーも行ってみよっか。で、詳細がこちら不思議族だし、最上位とされるキツネの妖怪。火山の噴火と同じぐらいの力をいとも簡単に生み出すことができる。召喚音聞いてみよう。タップ。不思議召喚不思議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 俺たちは大敗戦あれキュービーの名乗り音はええ種族の召喚ソングだけなんかな。で、しかも召喚ソングさ、昔のやつだよね。初代のやつだよね。ウェイ。ちなみに20枚登録して、現在のポイントが28100ポイントだって。あのね、キャンペーン、そのブシニャンのレジェンドメダルとか、どれぐらいのポイント使うんやろうね。ではですね、最後にキャンペーンこちら応募したいと思います。もうすでにテストプレイヤーの方は、これキャンペーンに応募できるわけなんですよね。このキャンペーンの詳細がいまいちよくわかってないんだけども、ブシニャンのこのね、レジェンドメダルが当たりますと。で、実際の期間に関しては12月27日の11時から来年の3月5日までとなっております。だから約3ヶ月ですね。で、この後に、まあ、レジェンドのイケメン犬のね、メダルがあるかなと思うんですけど。で、テストプレイヤーに関しては12月16日から12月20日の間にキャンペーンに参加できますと。では、応募いきたいと思います。果たして、レジェンドブシニャンのメダル当たるのか？商品がこちらですね。レジェンドブシニャンのメダルめちゃくちゃやないか。ゴールドのね、フレーム。そして、こう、真っ二つ切りにしておると。で、右上には S の文字があるということですよね。で、必要なポイントが3000ポイント。ここ重要で。3000ポイント。ほんで、当選人数50名だって。少なくない？これ、ちょっと待って、ちょっと、落ち着こう、落ち着こう。当選人数少なくない？マジで？で、発送情報、ブシニャンは3月頃までに順次発送予定してます。都合により商品の発送が年遅れる場合も。これめちゃくちゃ当たりにくいんじゃね？これ、めちゃくちゃ当たりにくいんじゃね？ 50 名しか当選しない。これテストプレイヤーがじゃないよね。トータルで、50名しか当たらないってことですよね。めちゃくちゃ当たりにくくない？で、キャンペーンに応募する宝箱を一つ選んでね、ちょっとね、おさらいすると、3000ポイントで応募できます。50名様当たります。で、今持ってるポイントが28200ポイントということで、9回応募できますわ。9回か。宝箱が3つあるんだけど、それを1個選ぶみたい。もうこれはね、ストレートに真ん中行きたいと思います。ちょっと、3000ポイント消費か。9回できるからね。行きます。まずこれで、はい、残念。残念だ。音声とか特になさそうな感じかな。いや、これなかなか当たらないだろう。キャンペーントップに戻る。
で、応募こちら、ほいで、応募します。宝箱一つ選んでね。もう真ん中行くわ。オッケー。残念、外れ。これめちゃくちゃ当たりにくい気がしてきた。うわ、やばいな。当たる人相当運がある人じゃない。今度左側行ってみるよ。3000ポイント消費。外れ。確率何パーなん?100回やって1回当たるぐらいの感じなんかな。え、めちゃくちゃ確率低い気がするんだけど。4回目行きます。3000ポイント消費外れ。ポイント全部使っちゃうよ。レジェンドのイケメン犬のメダルって、いつからなんだろうな。このブシニャンのやつが、終わってからだよね、おそらくね。残り4回でございます。行きましょう、適当に。もうこの辺は無欲でやっていく。もう当たらないのが当然と思って、無欲でやっていく。あんまりね、我が強いと、そう、あんまり我が強いと良くない気がする。こう、謙虚に行くよ。あと2、3回できるんかな、武士にあのメダル。残り7200ポイント。残り2回っすね。あと2回でございます。残念はぜ。いや、むずいな、これ。いや、結構。これむずいぞ、当てるの。本日、ラスト行きたいと思います。ブシニャンのメダル当たるのか、9回目、チュドーン !3000 ポイント消費ダメーということで、9回ね、挑戦してみたんだけど、当たらないわ結構難しいわでもこれ、何回もやりたくなるよね。当たるまでやりたくなるよね。50名の中に入れるかだよな。たくさんこれね、メダル買わないとだね。ってことでですね、一通り遊んでみたんだけど、めちゃくちゃ面白いね。遊べるのは3つ。妖怪メダル登録して、妖怪大辞典ね、こう埋めていくこともできるし、で、さらに召喚もね、楽しむことができる。そして、武士にあのメダル、そのね、応募することができるということで、結構楽しめます。しかもなんかサクサク進むし、すごく見やすいサイトで、これね、スマホでやるのめちゃくちゃおすすめでございますわ。毎日ログインしてポイント貯めよう。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。ボボーイ